皆様こんにちは。ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートで富士山を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に富士山と雲と桜の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらそれぞれ使いやすいようにカットしていきます。それでは背景から塗っていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。白色や青色、ピンク色、赤色、黄色やクリーム色、茶色などを削っています。富士山の型を合わせて動かないように固定します。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。続いて雲の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。先ほど塗った背景の空の部分を隠した状態で内側に色を塗っていきたいと思います。続いて山頂の雪の部分を切り離して内側に消しゴムをかけてから白色を塗りたいと思います。型を外して再び雲を描いていきます。続いて桜の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消してからピンク色や赤色などを塗っていきます。こちら白く消した状態でそのまま残しておいてもいいと思います。白ペンを使って小さな光と花の中心部分を描いていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。
これで富士山の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。